猫の風ガとは、ドメニコスカルラッティによる、チェンバロ独創用単一学賞ソナタ、とタンチョウ風画の、広く知られる通称である。この通称は作曲者自身が名付けたものではなく、風ガを構成する風画割りなモチーフに関する、伝説により、19世紀初め頃から使われ出した。伝説によれば、スカルラッティの愛病プルチネッラは、音が出るのに興味を持ち、 チェンバロの鍵盤の上を横切る習慣があった。スカルラッティはこれらの即興演奏の中から一つのフレーズを書き出し、フーガの主要モチーフとして使用した。この通称は19世紀のコンサート演目に使用され、名付け親のムチオ、クレメンティ、カール・チェルニー、アレッサンドロ・ロンゴなどの出版社も使っている。楽譜は1739年にロンドンで出版された。 自身の旧作の再利用と他人の曲からの拝借で知られるメオルク・フリードリヒ・ヘンデルは1739年9月下旬から10月下旬にかけて12のが総競争曲集作品録を書き上げたが第3曲第2楽章の奇妙な下っていく音程はスカルラッティのこの曲のモチーフを思わせる音楽理論家で作曲家のアントニーン・レイハによる1803年の ピアノのための36のフーガ第9番は猫のフーガと同じ主題を元にしている。アントニー・レイン・レーハ、フーガ第9番、ハンス・フォン・ビューローはこの曲をピアノコンサート演奏用にアレンジしている。19世紀には人気のある曲になっている。ローマの思向コレクター、アッピ・サンティーニから楽譜をもたらされたフランツ・リストは1840年代初めに ベルリンで演目に組み込んだ。イグナーツもシレスもこの曲を演奏した。両者とも猫の風ガのタイトルで演目に組み込んでいる。ありがとうございます。